こんばんは。こんばんは。宗春のこのお話をするときにちょっといつも困ることがあるんです。でそれは何かというと、普段1時間半の講演させていただいてるんですね。それでも足りないんです。で今日は1時間でということなんで、思いっきり端折ります。端折ります。であれがないこれがないということだけは勘弁してください。でそれとですね、今日は基本的にテーマは吉宗と宗春ということで、2人の関係を中心にお話ができればいいかなと。これが今まで皆さんの一番誤解をしている部分だと思いますので、その点よろしくお願いいたします。では徳川宗春についてお話をいたします。ですね、皆さん心の中で私の本をすでに読まれたという方がどれくらいですか？はい、ありがとうございます。もうそういう方々は今日声いらないかもしれませんけれども、ではもう一つお聞きしたいんですけど、吉宗と宗春は対立をしていたというふうに今でもお考えの方はどれくらいありますか？ありがとうございます。これがですね、大体の通説なんですね。で、今日宗春について初めて聞くっていう人はどれくらいありますか？あ、ということで、ちょっと難しいかもしれません。ただダーッと流れをしていただければある程度のことが分かると思いますので、その点ご了承いただければ。で、分からなかったらまた後ほど質問してください。そこでカバーしていければと思います。この尾張七代藩主徳川宗春、この方がなぜこの地域で有名なのかといいますと、彼が、藩主になるまでの名古屋はずっと田舎と呼ばれてたんです。紀州って田舎って感じがあるじゃないですか。尾張も同じように田舎もんだったんです。でところが宗春が、京都、大阪、江戸、この3つの都市に続く3都に続く町にしたんですね。それまでは4番目の都市ってどこか知ってる方？金沢。あ、その通り、さすが北見さんですね。金沢が4番目だったんです。でも宗春の時に金沢を抜いたんですよ。で、それぐらい宗春というのは名古屋を作り上げたというか、大きくした人物なんです。ところが彼はどうなったのかというと、この八代将軍徳川吉宗と戦ってしまったというふうに今までは言われていました。この理由はなぜなのかと言いますと、吉宗というのは質素倹約であり、質実剛健、武の奨励、これは鷹狩りとかしたり、皆さん今不思議に思ったでしょ、なんで画面変わってくるか。実はですね、秘密兵器があるんですで増税修税をして財政の再建をしたとか、それから中高の英雄だとか、こういうのが今までの吉宗の表だったんですね。でそれに対して宗春はどんなだったのか、通説、派手好きで宝刀を、それから遊郭を許可したから女好き、でそれから、財政失敗して政策変更したんだ、でそれから失敗の政策したから隠居謹慎させられた、これが今までの宗春に対する評価だったんです、うん、吉宗に対して宗春は正反対をやっていたというふうに今まで言われました、うん、ライバルみたいな形で言われましたけども、でもですね、江戸時代のことを知ってる人にとって将軍というのと御三家の格の違いということについては明らかなんです。明らかなんです、うん、戦うこと自体おかしな話なんですね。でそれでと思いながら、宗春って一体本当に吉宗と戦ったんだろうかな、そういうところをいろいろ調べていくためには2人の経歴をちょっと懇切丁寧に調べてみたんです。で、尾張藩には非常に細かい記録が残っています。幕府にも記録が残っている。でそれを調べていった時に思うことがいくつもあったんです。まず吉宗というのは、ここにあります、1684年11月27日生まれ、そして10月の21日なんですね。それから宗春というのは元禄9年10月28日、今でいうと1696年11月22日、近いでしょ、生まれ。なんとなく10月、旧暦でいうと10月の生まれ。で、これでですね、真言宗に関わる方だったらすぐ分かるんですね。覚えやすいんです。21は弘法山の日、28はお不動山の日。ちなみにうちのお寺でもこの日に法要毎日やってますので、なんか吉宗と宗春のこうお祭りやってるのかなと思いながらこうなんですけども、つい最近も28日ごまを炊いてきましたが、こういう2人なんですね。2人ともよく見てください、12年年が違うんです。というね、2人ともネズミ年なんです。だからネズミの絵が描いてあります。さあここでちょっとテレビに詳しい人がびっくりするんですね。暴れん坊将軍で松平健さんが吉宗やるでしょ、なら宗春誰がやってました？宗春って暴れん坊将軍で誰がやってました？これ中尾彬さんやったんですよ。
年逆転なんです、逆転年が。しかも最終回では西岡徳馬さんが宗春の役をやりました。これも実は一回りぐらい違うんですね、松平健さんと。逆転させてしまってた。まあただ NHK の八代将軍吉宗の中では、中井貴一さんが宗春をやりました。年齢的なことを考えると、西田敏行さんと中井貴一さんではほぼ、まあ、近いかなと。あれの方がイメージ的には近いかなと気します。本当はですね、ここにその2人の写真載せたいんですけれども、実はちょっと松平健さん事務所とかいろんなところに確認を取ったところ、1枚の写真載せるのに10万ぐらいかかってしまうということが分かってしまいまして、ちょっとそれはということで、今はすいません、頭の想像の中で、絵を描いてください。その点お許しください。が、まあ、2人の関係、こういう関係なんですね。でもう少し調べていこうと。で、何歳の時にどうだったのかということをちょっと比較表してみたんですけれども、まず宗春、吉宗は紀州の第8番目の子、そして四男なんですね。で、一方宗春は三代、これ綱信と言います。綱成と書いてあるところありますけれど、安田先生曰く綱信だそうです。綱信の第30番目の子供であり20男なんです。これね、33子というふうに言われてもいます。まあ、ちょっと今30って書きますけど、33のが正しいのではないかなって、まあ、いろんな説があるんですが、33番目、兄弟全部で40人ぐらいいるんです。で、ただ、お腹の中で死んでしまった子を数えるか数えないかとか、いろんなの説があるので、それの中でどう言ったらいいかって詳しくは分かっていません。で、一方吉宗につきましては、ここにありましたようにちょっと字が小さいんですけど、10代前半ですでに江戸に行ってしまっています。要は小学校が終わったら江戸に登った、こんな感覚にとってください。で、一方宗春は10代後半ですからですね、高校生が終わってから江戸に登ったということなんですよ。ということは吉宗は紀州、紀州という割には紀州の影響力って意外と小さいんです。宗春ははっきりと高校生まで名古屋にいたわけですから、もう非常に大きな影響力を受けていた。このことは意外と知られてないことなんですね。で、吉宗はしかも14歳で越前かずらの藩、今でいうとどこなのかな、まあ福井県なんですけども、福井県の一部の三万石の藩主になってます。ただここには16、7人 の、 要するに、藩主しか行ってません。要するにずっと江戸にいたんです。江戸に在住の藩主なんですね。で、基本的に紀州藩の館の中にずっと住んでいました。で、この時に十四家、これ力の神といいます、十四家力の神、右近家の権の少女となります。この位というのは何かというと、老中よりも上なんです。老中よりも上の位、すでにこの14歳でなるんですね。でも宗春は14歳の時ただの部屋住みで名古屋でうろうろしてたんですね。まあ遊んでたかなって気はしますけれども、いろんなことをやってたと思いますね。で、21歳、ただね、遊んでたかなっていうのは私簡単に言いましたけど、名古屋そんなに遊び場なかったんです当時は。だから遊びたくてもそこまで大遊びがしてたかなっていうのはちょっと疑問です。遊び人の方々、ちょっとこう想像しすぎないでくださいね、はい、21歳で宗春は15家数えの神となります。21歳で数えの神だから全然違うんですね、ここの段階で。吉宗は今度は22歳で既に紀州藩55万5000石の藩主になるんです。今でいうと大学生を卒業するかしないかぐらいでもう紀州55万石の藩主なんですね。そして23歳で寿三味三義左近衛の権の中将なり、24歳で権の中納言、黄門様になるわけです。権の中納言のことを黄門様と言います。だから紀州黄門、24歳でなってるんです。で、当時宗春はそれに対して23歳で十四家、老中とほぼ同じぐらいの地位にはなりますけれども、まあ、吉宗と比べればまだまだ小さな部屋住みの身です。藩も持てない、何も持てない、ただ単なる大体ですね、5000石ぐらいもらってたんじゃないかなと言われてますけれども、まあ、部屋住みなんですね。で、もう一方吉宗は33歳で征夷大将軍になります。なってます。で、一方宗春は34歳でやっと奥州柳川藩の三万石の、大名、しかし侍従数え、これ数えの神、侍従数えの神っていうんですけど、これがですね大体どれぐらいの地位になるかというと老中と同じです。
老中は必ず侍従になりますから、この位なんですね。で35歳でやっと尾張藩62万石藩主、36歳で三義左近院の中将、37歳でここでやっと黄門様になります。で後ほどからずっとこれ以降は宗春は尾張の黄門様と呼ばれるんだ。私ですね、大河ドラマを作りたいんですが、ちょうど女将が来られたんでいいところなんですけどね、大河ドラマの話されますから終わり肛門でいけないから、水戸肛門がもう終わりましたから、もう本当にこれからは終わり肛門かなというふうに思っているんですが、さあ、もう一度話を戻しまして、もう少し宗春について詳しくやろうと思います。万五郎という名前をだったんですけれども、お兄さんの義満から道の字をもらい、道春という名前になりました。だから万五郎道春なんですね。で当時は宗春には名字はありません。あくまでも万五郎道春なんです。名字がないんです。まあ尾張徳川家の万五郎道春で名字がありません。でところがですね、ちょっとこれなんと映像で分かりにくいんです、ごめんなさい、映るかなと思ったんですけど、ちょっとこの形を見てどこの都市か分かる人がいたら、これよっぽどの通ですけれども、これもうちょっと本当分かりやすい図だったんですが、暗くてちょっとわからないです。これですね、実は九州久留米なんです。なんで久留米が突然出てきたのかというと、先日徳川美術館の方で、宗春展が開かれたんですね。でそこでですね、大発見が一個あったんですよ。で実は何がどんな発見があったのかというと、宗春が久留米22万石の有馬憲房の仮養子になると、仮の養子になる、要するに憲房が地元に戻っている時に万五郎はこの養子になってほしいという、そういう手紙がですね出てきたんです。で徳川美術館に、なんでこんな大事なもん出さん、今まで出さんかったのって言ったら、いや実はですね、今回改めて調べて出てきたけども、今さら出てきたと言えないんですよねとかって言ってこう言われてしまったんですけど、久留米福岡のね、久留米二十万石の仮養子になる、これちょっと頭の片隅に置いといてもらうといい。でところがこれ面白いんですね、今日小田さんも来られてるんでちょうど面白いんですけど、この前回の、まあ、こここの回でやりましたからくりの話なんですけど、東芝の創設者のからくり芸門こと田中久重さん、この人実は久留米出身なんですよ、まあ、なんか因縁をちょっと感じるなと思いながら、これ実は知ったのが昨日知ったんです慌てて今度したんですけどもね、はい、ただ資料には載ってません、はい。それから、宗春が17歳になった時に将軍家信が亡くなります。この皇居というのは13人以上の人を皇居というんですけれども、この皇居した時に後継問題が生じるんです。というのは新井白石、真鍋昭房、この家信の家臣であるこの2人は誰を推したのかというと、鍋松という、後に家継ぐとなるこの鍋松を推しました。実は徳川家信は誰を指名したのかというと、義満、宗春のお兄さん、四代藩主徳川義満に将軍位を継がしたいとやったんです。ところがこの二人が大反対をしまして、結局どうなったのかというと、ごめんなさいね、ちょっと行き過ぎました。どうなったのかというと、鍋松を四方家臣にやる、で義満に家の場遺言するんです、後継人になってくれと言って。でも結局はどうなったのかというと、彼は江戸城には入りませんでした。この二人たちにはばかって、というのは尾張は今まで尾張藩は将軍職を出さなかったっていう、出せなかったか、出せなかったとよく言われるじゃないですか。違うんです、出さなかったんです。というのは尾張のずっと歴代藩主の中で尾張を守ることこそ大事であり、決して位を競争するなと、そういう位置を競争するなという尾張藩の藩主に伝わるそういう遺言があったんです。だから義満はならなかったんですよ。だから今後その後ずっと尾張藩はそういうチャンスがあるけれども、決して急いでなろうとせずにじっとしてた。尾張を守ることこそが大事だったんです。これはなぜかというと、将軍になったら直接の反省できないんですね。家老たちが全部やり、老中たちが全部やりますから。でも尾張になると直接政治ができるんですよ。そうなると尾張藩だけではなくて美濃とか信州とか大きな範囲を直接政治ができる。これは日本の中でも一番中枢部を扱うことができますから、だから私たち名古屋の人たちはよく言われたら、将軍が出せなかったじゃない、違う、出さなかったんだ、これから言ってくださいね。大事なことですこれね。で、やっとですね、万五郎18歳の時にですね、こう江戸に登っていくんですけれども、その時にですね、登ったその年、
翌月に叔父の柳川藩主大久保松成義政が死にます。でそしてその次に宗春と共に江戸に登った金森和右衛門という人が突然とですね吐血して死んじゃうんです。そしてその直後に朝倉平左衛門、これも一緒に宗春って言ったんですけど、宗春好きの二人の者が突然死するんですよ。これはですね、今まで誰も研究してません、資料がないから。ただ死んだということだけは分かってるんです。でその翌月に何が起きたのかっていうと、兄の四代藩主義道がこの人も突然と血を吐いて死にます。で実は宗春はこの義道と共にお食事をしてするという役目があったんです。ずっと江戸の屋敷に行ってからは義道と共に食事をしているこういう役目だったんですけど、宗春の周りの人が次から次へと死んでいくんですね。ひょっとしたら宗春も毒もらえとったかもしれませんけど、どうも強かったみたいですねそんな感じがしますね。その後10月に今度は五郎太が死んじゃうんですね。この後を継いだ、次から次へとどんどん死んでしまう。この年の出来事一体何なんだと。で宗春はこの時に一応12月にですね転覆するんですけれど、本来だったらもらわなくちゃいけない官位を一切もらわれずにずーっと部屋住みでほったらかされるんです。本来だったら彼も分家として位の高い侍従ぐらいには最低にならなくちゃいけなかったのにほったらかされるんです。3年間ほったらかされます。その間江戸では何が起きてたのかというと、まあ有名な事件でいうと江島生島事件が起きたりとか、いろんな出来事がある時に起きてるんですね。でまあ宗春というのはこう見てもらったら、実はですね宗春というのは面白いです。この兄弟のお父さん綱信、このお母さんは千代と言います。だから宗春のおばあさんは千代姫と言いますけど、そのお父さん見てください、家光なんです。つまり宗春兄弟は将軍家光のひ孫なんですよ。でそれぐらい近いんですね。本来だったらだから家信は義道に後を継がせたいってやったわけです。でところがこれが死んだ後継ぐ友になります。でこの継ぐ友さんって人ですね、評価高い面もあるんですけども、記録の中には何やったかっていうと、小枝目からいろんなのをトンと引っ張ってきてこう踏んできて家臣のところに知らんぷしてバーンとかけたり、わかります？そこからその障子があったらそこに火つけて遊んだりと、ちょっと変わった人だったみたいなんですね。でこの人実は後継ぎとして奥さんとしてはこの家からもらうんですけど、その人もまあ途中で死んでしまいますが、どうもちょっと変わった人物であったみたいなんです。でも逆に言うと家老たちから見れば扱いやすい人物なんですね。でこの人が後継ぐことになります。ところがこの継友と道政だけはどんどんと出世していくんですよ。もう彼も出世しますけど、宗春だけほったらかされる。これ普通ありえない。何らかの事情があって宗春は幕府に嫌われてたんじゃないかなと思うんですね。でそれは私、これはあくまでも私の仮説なんですけど、義道とあまりにも通じてたゆえに、本来だったら将軍に継がなくちゃいけない義道の事情を宗春全部知ってたんじゃないのかなと、こんな感じがします。一方義宗はこういう系列なんです。本来だったら義宗と継友であったんだったら継友が後を継がなくちゃいけないのに、なぜ義宗になったのか、この秘密もね面白いんですけど、これやったらキリがありませんので今日は飛ばしますが、義宗が結局なってしまう紀州の英雄、ちょっと変わり者終わりは、さあどっちを選ぶか、こういうところですね。義宗が選ばれます。そして義宗がこのマンゴロのこのちょっとこれは飛ばしていきますね、ほったらかされるんですけども、21歳の時、この時に、将軍家継がこの松平元信道春と、やっと松平元信道春になるんですけど、この時一つだけ面白いことがありましてね、この年に義宗が紀州から戻ってきてるんです。なぜ江戸に戻ってきた理由があるんです。家継が死にかけてるから誰が将軍になるかってことを揉めてる時に戻ってきたんですね。義宗が戻ってくると同時に将軍家継のお目見えとなり、宮内衆となって松平元信道春となっているんです。これも仮説なんですけども、ひょっとしたらこれらを推薦したのは義宗なんではないのかなっていう感じが私はします。と言いますのも、このあと、義宗が七代将軍、徳川、家継が死んだ後義宗が八代将軍になりますけれども、八代将軍になった時にですね、何が起きたのかっていうと、すぐに十五家家数えの神というのに叙任されるんです。うん、義宗によって、義宗が将軍になったらすぐにピックアップされて、おいお前数えの神名乗れと。
でもこの数えの神というの、ここにですね、今まで研究者誰も注意してなかったんですけど、これ大事な大事な名前なんです、尾張にとっては。まず皆さん、数えの神って誰を思い浮かべます？これ歴史に詳しい人は、名古屋にはすごく大事な2人がいるんです。2人、数えの神ご存知ない。1人はですね、誰ですか？虎です。虎、加藤清正です。加藤清正は数えの神なんです。だから尾張で数えの神といったら、まず加藤清正が出てくるんです。まあ、名古屋城のこの問題ですからね。でもう一人がですね、質問します。犬山藩の初代藩主はどなたでしょうか？成瀬正成という人はちょっと違うんですね。あれは2人目なんです。一番初めにですね、なったのは平岩親吉という人物なんです。はい、この人は家康の長男信康のお付きだったんです。ただ信康が、まあ、武田に通じたということで死んでしまいますけども、その責任を取って彼は結局ならなかった、ずっとほったらかされてたんですけど、でも家康は大事に大事にしました。しかもですね、犬山で12万石持ってたんです。これ大大名ですよ。大大、普通はお付け家老というのは3万石なんですけれども、もうとんでもない12万石のこの藩を持ってた、これが平岩親吉なんです。で、名古屋で数えの神といったら、先ほど言った清正であり平岩親吉だったんです。一番の側近中の側近。そのことを吉宗は確実に意識して宗春に与えています。というのは、吉宗から後ほど宗春に対して、吉宗自身が鷹狩りとって取った獲物があるんですけども、その獲物をですね、宗春に与えてるんです。その時のお使い役が、この平岩親吉の名前をもらった平岩七之助という人物が言ってるんです。明らかに意識してます。ということで、この宗春が数えの神をもらったのは、吉宗がそれなりの意図があって与えているということで、どうです、これで吉宗と宗春対立してたって、もうこんだけでも言えないじゃないですか。まあ、ちなみにこの甲府に関して、実は平岩親吉というのは甲府をずっと保ってたんですけども、尾張の初代藩主吉直というのは実はもともと甲府藩だったんですね。でそれから名古屋に入ってきてます。だから皆さんのご先祖の中で甲府の人たちがたくさんいてもおかしくないんですよ。これ何か分かります？宝刀。宝刀です。おっしゃる通り宝刀です。これが味噌煮込みになり、きしめんになったという説もあるじゃないですか。まあ、これ説ですから本当かどうかは分かりません。でもそれぐらい説があるぐらい。でもう一つですね、山梨といえば、甲斐といえば何でしょう？金鉱脈です。名古屋に金はつきものです。甲府の金山なんです。つながっている。これも明らかにつながっています。で、こういうところにも金の意味がある。まあ、家康が、関西の銀に対して、江戸の金という方向へ話を進めていくために一番大事な甲府藩、ここに牛耳ってたのが平岩親吉なんですね。まあ、こういう形で、十五位で数えの神に叙任された。でその後ですね、22歳になったら今度は増上寺の、これ予算というのはあらかじめ行くという、これ大事な役目なんですけれども、で過剰長大の儀式も出てもいいよ、これ厄除けで、おまんじゅうをもらう儀式なんですけどね。で、その後、14位家になった後、今度はですね、これとんでもないことが行われるんです。24歳の時に江戸城の紅葉山東照宮というところがあったんです。これ今の皇居の中にもともと東照宮があったんですよ。そこに毎月毎月将軍がお参りに行くんですけれども、そこへ予算あらかじめ将軍よりも前にお参りに行くっていう形なんですが、普通ですね、大名でもなくて分家もしてなくて、ただ単なる部屋住みで得る人物にこんなことさせません。でも吉宗は宗春だけ特別にやらせてたんです。でこれはずっと私歴史を追ってみたんですけど、長い江戸幕府の歴史の中で吉宗春だけです。独立もしていない、ただ単なる部屋住みでありながらこの役目を担ったのは、だからこれはもう非常に吉宗が宗春に対して何かを感じてたんではないのかな。でしかも鷹狩りの獲物、先ほど言いましたが狩り心を配慮したりとか、その後ですね、ちょっと大事な、まあ、鶴をやる、これ拳の鶴っていうのはすごい大事なんですけど、一般人はもらえません。それを得るぐらい宗春は吉宗から可愛がられていました。でところがですね、この享保8年にお兄さんの八三郎の子供、本来だったら藩主になるべき子供がですね、数ヶ月で死んじゃうんです。
そしてそのまるっと1年後に宗春に初めて子供が生まれます。長女の富が誕生します。で、宗春には8人の側室がいたと言われていますが、この側室が女好きだったんじゃないかってそうやって言う人がいますが、当時は当たり前です。ただ宗春が側室をもらった理由は、このお兄さんの子供が死んでしまったために、どうしても尾張藩誰も後継ぎいなくなってきたわけですよ。誰かが子供を作らないと尾張藩が後がいなくなってしまう。だから強制的に側室を持たされて子供を産んだ可能性があるんです。まるっと1年ですから、ここからなんですよ。でそこからやたらと子供をどんどん産んでくる、子供が生まれてくるんですね。で、次女、三女で、生まれていきます。でそしてですね、そのこう合計で、8人ほど子供ができますけれども、この30歳の時に江戸でですね、大きな火事が起きるんですよ。でね、これ私があえて書いたのは、理由はなぜかと言いますと、六代藩主継友というのは財政に非常に成功したというふうに今まで言われてたんです。でも尾張の上屋敷が燃えちゃって、尾張藩救急だったはずなんですよ。もうすっごく厳しい財政であったにもかかわらず、なぜそんなこと言われたんだろう。これは明らかに捜査が入ってるというふうに私は睨んでます。で、もうとにかく上屋敷が燃えてしまって亡くなってしまった。でその時に五連中の近衛秋という人が亡くなってしまうぐらい、ちょっと終わりでは大変な出来事だったんです。もう一つ、32歳、これも宗春といったら知ってる人にとっては牛に乗ってる姿があるじゃないですか、白い牛。でもね、あれをですね、馬に対応する牛だなんていう人結構いますけど、そうじゃないんですよ。吉宗が実はインドから白牛を輸入してるんです、こう宗春32歳の時。宗春の性格ですからね、松田の社長に性格的によく似てますからね、こう同じこう最近ね、私ね、イメージするとね、松田の社長出てくるんですよ。なんか知らないんですけれどもね、ああいう顔だったかもしれませんけど、まあいいです。でインドから白牛を輸入して、こういうの出てきたらですね、宗春のことですから、その背中に乗りたいなと思ったのは普通のことなんじゃないかなと思いますね。で、こういう白牛です。でこれが阿波の千葉県の方で放牧されて、吉宗はこの父のできたチーズを食べるのが大好きだったと言われてます。でもう一つ、先ほど言いましたけども、有馬、久留米藩の有馬って言いましたでしょ。享保13年にですね、この将軍家信の病産の時に予算で特別にですね、大名でない者が2人選ばれていったんです。それが有馬頼之と宗春なんですね。でこの人、ものすごく吉宗に可愛がられる人なんですよ、数学の天才と呼ばれた人なんですけれども、2人をわざわざそこへ行く、片方はかつて仮養子になろうとしていた人、片方は跡継ぎということで、これもなかなか因縁深いところで、吉宗はかなり意識してやってたんではないのかなと、こう思います。そして34歳の時に奥州柳川のこの分家の大久保松である吉種が死にます。16歳で死んだんですね。当時ですね、法律がありまして、17歳未満で死んだ時にはその藩は、跡継ぎがいなければ断絶という法律があったんです。でも御三家の分家ですよね、本来だったらこれ例外であるはずなのに、当時の幕府はもう例外なしでここを断絶させてしまうんです。さあどうなってしまったのか、これ5月なんですね。そうしましたら7月の段階になりまして、象の話もあるんですけど、ちょっと飛ばしますね。ですね、7月の段階になりまして、吉宗が宗春を呼び出すんですよ。で断絶した柳川藩、この福島県柳川藩、伊達市なんですけど、その柳川藩を復興しろっていうことを吉宗自らが命令するんです。でこれですね、これも調べてみましたら、100年前に一度だけ例外があったんですけれども、そういう例外的な措置なんです。一度断絶してしまった藩をもう一度復興しろなんてことはないんです。だから吉宗は宗春に対して何かを感じてたんですね。これはね、どうですか皆さん、今までの話の中で吉宗と宗春対立してたように思いますか。明らかに吉宗は宗春のことを可愛がってたんではないか、こう思います。で、宗春はこのように日光のことをすごく大事にしましたので、この柳川の今日光にですね、柳川にですね、東照宮をまず最初に作ったんです。
藩主になったと。で、東照宮を作った後、この六歳市というのも行いました。あの六歳市というのは月に6回やる市場のことなんですけれども、あのこれはあの中津川、中津川も尾張藩ですのでね、あえて持ってきましたけど、こう六歳市をやった。この六歳市は宗春がどの藩主よりもたくさん作ってます。地方にあっちこっちに作ってます。それから馬市を作ったんです。馬市、柳川ですよ。それからこれ稼取りと言いまして、ここにあの一人の例えば厄年の人がいたとすると、その人の周りをぐる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 回るんです。でところそういう風習が、まあ、今でも東北にもあるんですけど、宗春当時あったんですね。ところが顔隠してるんですよ、美濃 でそうするとね、そこの家に行ってみんなね泥棒してくんです。だって取って中に入ったらわからないじゃないですか。でそういう風習が残ってて、困った困ったということを聞いて宗春はこれを禁止します。顔を出せと。顔を出さないような人間はもう人間以下だっていうことで怒って、すごくこれをあのやるのはいいけども顔を出せちゃんとってこうって言うわけですよ。でもう一つはですね、あのこう水かけをやったって言うんです。あのや風習が残ってた。何かというと、福島県ですよ、お正月に新婚さんの家に行って水をかける風習があったらしいんです。福島県ですよ、わかります？とんでもないことですよ。福島県でそんな風習どうですかね、北見さん、水かけられたらたまらんですよね。で、吉宗はそれを聞い、宗春はそれを聞いて禁止しました。実はこれと同じように、宗春として尾張藩に入ってから禁止したお祭りが1個あります。何かご存知ですか？裸祭り。その通り、裸祭りを宗春は禁止したんです。でそれはなぜかというと、当時その旅人を捕まえてですね、こう役男としてこう裸にしてバーッとやってやったっちゅうんですよ。でそれを聞いてダメだ。でそこで何が行われたかっていうと、まあ、当時あの避妊と呼ばれてた人たちにお金を払って役男としてした。でそれが明治になってなぜか役男が神男に変身してるんです。まあこれも難しいところなんですけれどもね、まあ、こんな話があります。まあ、とにかく宗春と大事にしてたんですけど、実はこの柳川では今でも、柳川と言いません、あの今の伊達市、この穂原という場所というのは今の市役所があるんですけども、ここで今でも宗春のお祭りが行われているんです。というのはこの穂原に、五木島神社という神社がありまして、そこの弁天さんがですね、弁天様がお告げをしたそうです。周りがすごい飢饉になって大変な状況になっていた時に、弁天様が種もみを皆に与えなさい、種もみを与えればそれだけでその部分はなんとかなるから、なんとかなるだろう、その他の種もみ持ってこればということで、そういうお告げをした。江戸にいた宗春はそれを聞いて OK やりなさいって命令するわけですよ。種もみを出して、柳川藩だけは誰一人として餓死者が出なかった。でも当時その周りでは餓死者がたくさん出て、あの大官所にですね、ブワーッと皆が、あの岡田さんっていう、この岡田さんはいませんか、あの岡田さんっていう大官がいたんですけど、そこのところでダーッと皆が押し寄せてですね、大変なことになってたのに柳川藩だけは平穏無事だった。だからつつこ引き祭りとして未だに継承されてるんです。ここでですね、柳川で未だに宗春の祭りが行われているのに、なぜ名古屋でこういう神社関係のこういうお祭りがないんでしょうかね。これ私ね、今年宗春が亡くなって250周年ですよ。今こそ復活して宗春のお祭り作るべきなんではないのかな。これがあの9丁目の会に課せられた使命なのではないかなと私は思ってるんですけど、ね。こう当時はですね、地震、雷、火事、これですね、親父っていうのはですね、本当嘘なんですね。当時の災害はね、大山地なんです。台風のことなんです。大山寺で台風なんです。でこの大山寺を多分ですね、あの話し家か誰かが親父ってやったんじゃないですかね。でそれがいつの間にか親父が当たり前になっちゃったんですけど、当時としては災害というのはこういう状況であったのがこれ本来なんですね。まあ、津波なんか、まあ、地震のことですけれども、その東日本大震災で伊達市も非常に大変苦労しました。ところが宗春の縁を伝って新宿区の、大久保 あの近く、大久保にありますある土地からですね、若松という土地から伊達市にですね、支援が入ったんですよ。宗春がもともといたから支援したって若松町の人が言ったそうなんです。で市長びっくりしました、伊達市の市長が。でそれで新宿に行ってお互いに相互災害相互支援協定結ばれた。名古屋飛ばしですよね、これどう考えても。でそこで私はこれはまずいなということで、伊達市の市長に連絡をしまして、川村さんにも話をして、この間の展覧会に伊達市長に来ていただきました。
で、対談、まあ、私もちゃんといます、ここね、こうやって対談をしていただいて、今度は河村市長が、伊達市の方に行くということになっています。そしてお互いに組んでいけば、今非常に東北苦しんでいますから、こうやってまた結ばれるんではないか。新宿、伊達、名古屋、もう一つですね、有馬が入ってくると面白いんですけれども、そういうふうに全国ネットワークみたいなことも張れるところ、胸張るネットワークができると面白いなというのも、また一つ私の大きな構想の中にあります。現代に生きる胸張るの縁、これが未だにあるということですね。さあ、それでは伊達市 の藩主が終わ、伊達のいわゆるあの柳川藩主が終わるのはなぜなのか。宗春のお兄さん、継友が突然と死にます。この人ちょっと無茶なことばっかりやるので死んでしまったんですね。その時にですね、11月の28日、この時に宗春は、藩主になります。この11月28日っていうのは初代義直子の誕生日でもあるんですよ、まあ、これ偶然が偶然を重なるんですけれども、この時に徳川和家の神道春となります。その後、まあ、ずっとあのなっていくんですけども、本来どうなのかというと、宗春に これは蟄居謹慎させられています。こうなぜかというと、吉宗に対立したために、彼はですね、で、継友が死にました。この吉高というお兄さんがいるはずなんです。四谷松平、今でいうと高須、美濃の高須、岐阜の高須藩、この藩主であった、こっちの方が位上なんですよ、柳川より。だから本来ならばこの人が後を継がなくちゃいけなかったんですけど、吉宗は命令をします。宗春に後を継げと。これもですね、すごく面白いと思います。宗春が今日も、宗春は吉宗によって飛ばして藩主にさせられたんです。どうですか、おそらく宗春と吉宗は今までと違って、非常に思想的には違ってたかもしれないけど、仲の良かった二人なのではないのかな、こう思います。でところが、まあ当時の幕府としてはどうなったのかっていうと、本来こう法の整備、質素契約、質素合憲、財政再建のためにやってたのが、幕府の役人たちは強制的に規制強化、徹底、遊びの規制、増税と修繕の徹底やります。でそれに対して宗春はずっと思ってたんでしょうね、違うんだって、規制を緩和しなあかんねや、倹約はそんなもんじゃあかんぞ、よく働き、よく遊べ、財政よりも庶民なんだって、こういう思想を持ってた。自分で考えるんですよ、宗春っていうのは。当時の流れに沿うんではなくて、何が今一番大事なのかって考えた上で行動を取りました。でそして、まあ、宗春は何をしたのかっていうと、この音痴西洋と呼ばれる本を書きます、うん、この音痴西洋というのは、幕府の定めたことは守るけれども、その下地に盲目的に従うなって言ってるんです。まず自分で考えて何が大切なのか。で実は六代藩主継友時代は、尾張藩は幕府の言うなりだったんですよ、言うなり。だからものすごく暗かった。それじゃいけないんだって宗春は自ら確かめ、自ら考え、そして実行した人物なんですね。しかも誰でも読めるように金文字で記したんです。でところがこれはですね、宗春がすごいぞっていう人多いんですけど、実は違うんですね。この金文字でやった人物は実は吉宗なんです。吉宗が、まあ、他の本の中で金文字で物事をやりなさいということをあちこちで奨励してるんです。で宗春はそれを従ってるんですね。宗春は吉宗の言ったことに反論しません。でも幕府の役人たちの言うことに対しては宗春は決してイエスと言わない。さあ尾張藩主になった宗春は尾張藩に戻ってきます。でその時に何をやったのかというと、まず黒い馬に乗って真っ黒な姿でこう入ってきたわけですよ。普通藩主が帰ってくる時、カゴの中ですよ、カゴの中。ところが宗春は鳴海からですね、突然と黒い馬で真っ黒な姿でこう入ってくるわけです。でしかも尾張藩の場合は必ず下に下にで土下座してみんな待たなくちゃいけなかったので、それも禁止してみんなで俺の顔を見ろってやったわけですよ。これも大騒ぎですね、尾張藩で。うわーっとなる。でこの時に気づかなくちゃいけないことは馬なんですね。宗春は馬をものすごく大事にしてました。柳川藩で馬市をやったぐらい。でその馬市が、その柳川藩の馬を、もう柳川では宗春が尾張藩主になった後も毎年馬を送ってくれたんです。藩主じゃなくなったもあと思うんですよ。で馬がすごく大事なんですよ。だから吉宗が馬で宗春が牛だなんていう人いますけど、違います。宗春も馬なんです。このことは頭の片隅に置いといてください。さあ帰ってきてから何をやったかというと、踊り大会です。今日ちょうど土祭りやってますけれども、この土祭りと同じように各町内からこう人々を集めて、もうお祭り騒ぎをするんですね。でしかもこの盆踊りをなんとお彼岸までやらせるんです。
お彼岸まで。でここで一つ大事なことがあるんですけど、宗春は何を命じたのか。最初に、女性は表で踊ってはならない、なぜなら危険だから、踊っちゃいけないんじゃないよと。家の中の中で踊る分にはどうもいいんだけども、辻で踊ることは女性はやめときなさい、危険だから、こういう言葉が書いてあるんです。ということは宗春は女性のことを保護しようとしてたんではないのか。そう考えるといろんなことが分かってきます。で派手な少女妃の色のこんな服着たりとか、まあ、こんな縦縞のね、こういう服を着たと、こういう記録が残っていますね。でしかも白い牛に乗ってゆらりゆらりと。ちなみに質問します、この白牛に乗って歩いた通りの名前は何でしょうか。本町でしょ。本町じゃないんですね。本町はね、牛なんて馬なんですね、はあ、しかもですね、30匹ぐらいの馬をずらーっと並べてバーッと今日お話があった熱田まで行ったというふうに言われてます。馬を大事にしたんです宗春はね。牛に乗ったのは京町なんです。京町筋なんです、はい、あそこが一番その今でいうと薬局が多いんでしょうかね。で薬剤が多いですね。あの町を通って押した屋敷まで行ったんです。今でいうと、どの辺りかな、県中寺の南側なんですけど、ずーっとあそこゆらりゆらりだから、メインの通りの一つだったんですよ、もともと京町筋っていうのがね。そういうのが記録として残ってます。これ9丁目の回だからこの話できるんですね。他の回で言ってもはーんですけれどもね、はい、で、時にはこうやって朝鮮、当時朝鮮使節団というのが日本に来る珍しい人の一つだったので、この姿を真似て、この藩内をうろ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 したという記録も残っております。しかもですね、東照宮祭を非常に復興させることに熱心で、こうやっていわゆるコスプレですよね、今で言うとコスプレを徹底してやってたのが名古屋のお祭りだということなんですよ、はい、で、前回も出てきましたからくり人形の話で、こういう形でお祭りをやっていた。でこういうのを宗春が復興させたんです。継友の代になった時にこのお祭りはすごくこう下火になってしまってたんですね、幕府の方針によって。でも宗春は違うって、庶民が喜び大事なことなんだと、お祭りは意味があるお祭りです、しかも意味があるお祭りを徹底してやりなさいと、このお祭りですごく盛んになっていった、しかも辻々に提灯を立てました。これが今の岐阜提灯につながったんではないかなと思うんですけれども、なぜ提灯立てたんでしょう。辻辻、はい、女子供が危なくなく歩けるようにするためというふうになっているんです。だから宗春というのはそういう意味では子供たちや女性を大事に大事にしていた。だからこそ遊郭を作ったんですよ。当時は男の人はですね、そこの女中を捕まえてもう手ごめにしたりとか、これ当たり前のようにして行われた。それを宗春ははっきり書いてます。それをするなって、だから遊び場作ってあるんだぞって言って、こういうことなんですね。女性から見たらとんでもないことかもしれませんけど、男ってバカなんですよ。でそういうところがあるんです、どうしてもね。だからこそ公的な場所、これは幕府も禁止してなかったからこそやるんだよ。しかもですね、うどん屋とか飯屋とかその遊郭の中にはいろんな食べ物屋もあって、子供たちまで出入りしてた。ちょっと今で我々で言うそのイメージとは少し違う遊び場だったみたいですね。さあそして宗春で有名な事件がこの暗がりの森事件ということなんですけれども、ここで遊女子さんと畳職人喜八の心中未遂事件が起きて、本来だったら打ち首にするか否認に落とすことを宗春は許すんです。こういう事件、これは細かく言ったらキリがないので今日はやりませんが、ここで安田先生から実はですね、面白い指摘を受けました。この畳職人喜八なんです、こんな畳職人ごとに、失礼な言葉ですけど、当時としてはそんなにお金なんかあるわけないです、畳職人が。それが遊女と遊んでたわけですよ。ということはそれだけお金が名古屋で回ってたということなんです。これはですね、宗春の政策の実は良き面なんではないかと安田先生に教えられて、私もその通りだと思います。なるほどと思いますね。さあ六歳一ももうあっちこっちに作っていくんです。美濃加茂の六歳一なんかもそうですね、宗春が作ってます。それから知多半島なんかもたくさん作ってる。とにかく全部で20箇所ぐらい宗春は六歳一を作って、いわゆる地方の発展もこう促した。ちょっとですね、この六歳一もう少し、これ実は今中津川で復活したんですよ。六歳一が3と8のつく日、にこういわゆる月に6回やりますと、そうすると
こういうお祭りをやりたいということで復活させた。この六歳地作ったら宗春なんです。でも中津川の人がこれ宗春が作ったということは知りません。いつかちょっといいに行きたいんですけれどもね、こうやりに行きたいんですけど、3と8の日にやっています。それから宗春はもう一つ、これ名古屋の人のも一つの我々よく、あるんですけど、新しい建物を作ったら持ち巻きません、わーって、宗春ってやったんですね。押田屋敷の時には踊り大会やって大騒ぎしてますし、上屋敷の市ヶ谷邸が復活した時には真空廃寮の上り旗立てて、勝負で飾った具足を飾ったり、名古屋の乾御殿の時菊花店やり、辞任の間を作った時に豆まき、金の烏帽子かぶって豆まきやりって言って、で宗春の時から新しい建物建てたらみんなで祭りやろうっていう、これがやっぱり考えてる。だから名古屋のこういう原点みたいなところがここで始まってるんですね。でもこれはこの地域の人じゃないとわからないんです。このことについて今まで研究者ってなかなか指摘してこなかった点なんですけれどもね。尾張藩主としての宗春はちょっと端折りましたが、マニフェストを作り、奇抜な衣装をし、祭りをし、六歳市をし、芝居小屋を作り、遊郭を許可し、信仰商人大事にし、税の緩和をし、刑罰を軽減、死刑を廃止し、新築物の広めをし、庶民が喜ぶためなら何でもやった人物なんです。この人物が何で悪いんでしょうね。どこが悪いんだ、本当にどこが悪いんだってことを言わなくちゃいけない。まあ、しかもですね、2万人規模の巻狩りをやった、これはですね、幕府に対抗するためにやったんじゃないかと言われてますが、そうじゃないですね。これ実はですね、商人たちと話し合って決めたことなんです。というのは、当時はですね、日本各地で一揆が続発してたんですね。で、2万人の規模の巻狩りというのは藩士だけじゃなくて町民や百姓もみんな揃ってやるわけですよ。みんなが一つの鍋を食べて巻狩りやるわけです。そうすると尾張藩が一つにまとまるということは、一揆が起きるわけがないんですね。そういうふうにしながら尾張藩をまとめようとしてたんです。でもこれは、家老たちの意見によって禁止されます。もう止められてしまいます。その時に宗春が述べた言葉が残されています。お前たちは何も分かっていないっていう、こういう言葉が残されています。私は本当に何も分かってなかったと思います。大事な出来事だったんですけどね。まあ宗春というのは今まではこう遊郭、派手好き、財政失敗、遊郭失勢なんて言われてましたけど、実際は真実の宗春は違ってまして、領民の喜びのためには道家を演じ、財政よりも領民優先、そして女性の保護、そして身分を超えることを大事にし、最終的にはこれは朝廷も、これ私の説なんですけど、朝廷問題で隠居謹慎させられたのではないかなとこう思ってます。というのはですね、ちょっとこれはちょっとやらなくちゃいけないことなんですが、飛ばします。宗春は、中納言と名乗りますけれども、ちょっとその朝廷問題の前に一つだけやっていこうと思うことなんですが、元文元年に宗春が突然と政策変更するんです。それまでは開放政策だったのを急に引き締め始めるんですね。遊郭を西の小路の一番上級のところに一箇所のみにして、それから尾張藩以外の出身の遊女をもうお家に帰りなさいってこう外に追い出しちゃいます。それから新規の芝居は禁止し、参勤交代も少し質素にするんですよ。急に政策転向するんです。でこれは財政に失敗したからではないかと言われてるんですが、私はちょっと違った見方をしてみたんです。当時、日本中が不況でですね、何になってたのかっていうと、非常にこうデフレになってしまってたんですね。でそこで大岡越前守忠相 の提言によって元文の改鋳が行われます。幕府の老中たちは大反対したんです。これやっちゃいけないって言って、でも大岡越前が何度も何度も言ったことによってこれが成功、やることに決まるんです。でそしてどうなったのかっていうと、同じ金の量からこんだけの金しかできなかったのがこんなになったんですよ。わかります？これだけの金が出回るようになるということはインフレになるわけです。名古屋は当時もすでにインフレですよ。インフレにインフレ重ねたらハイパーインフレですよね。そんなになったら困るということで、宗春は引き締め政策をしたんではないのかな、こう思うんですよ。これってですね、そのおかげで間もなく落ち着くんです。大騒ぎになるんですけど、名古屋もそこのところやっぱり上手に上手に宗春やって、今までは解放政策ばかり宗春表に出てましたよね。違うんですね。緩めすぎたらちゃんと引き締めなくちゃいけないよ、どちらも大事だということを宗春がやったということですね。だから本当に政策に失敗したんでしょうかね、これ。
私は違うと思いますね。あくまでも経済政策の一環として、今日あの政治家の方がおられますけれども、こういう発想というのがすごく大事じゃないのかなと、こう思います。まさに情報通の宗春で、すでに幕府の原文の改鋳については情報を得ていたのではないのかなというふうに私は思っています。何事も情報通であるというのが宗春で、ところが、当時また宗春もう一つやるんですね。借金するんですよ、名古屋の町民と岐阜の町民と、でしかも担保までつけて、でこれに対しても何か お金が足りなくなったからって言うんですけど、ところがですね、当時は三河の刈谷藩では不作で一気暴動が起きてます。名古屋では起きていません。また公儀が再三再四にわたって蓄税禁止令出すんです。先ほど言ったみたいにお金変わったでしょ、懐中で古いお金をずーっと貯め込んでる人がいたわけですよ。それをとにかく出せっていうことでお金を貯めることを禁止したんです。だから宗春は何をやったかっていうと、尾張藩の藩が日本銀行のようにお金をみんなから集めていって保ってたんです。借金することで、今で言うと国債みたいなもんですよね。そういうことを上手にしてた、まあ、それが宗春の政策のすごく面白いところなんですね。ところがこの後またどん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 変わっていってしまうんですね。もう一つ、立花町という当時一番、今で言うと、わかります?立花町というのは、今あの、大須のあたりですね。あのあたりが非常にあの、繁華街だったんですけど、ここにですね、治安を守るための立花役場を作るんですね。しかも、藩主直轄なんです。もう、藩主が任命した者がそこの役人として、こう行く。で、こういうふうに、ちょっと混乱が起きるだろうから立花町役場を作って庶民たちが困らないようにこういうふうにしていた。ここまで宗春は徹底して細かいことまで意識してやってるんですね。まさに引き締めに対するリスクヘッジをちゃんと行っていた。ところが元文3年に名古屋で政変が起きます。そしてこれが何が起きたのかというと、大変な事件が起きて宗春はもうついに引退させられる方向を持ってきます。藩主の命令無視しなさい、宗春以前に戻します、立花町役場を禁止します、こうなります。で、ところがそうなった瞬間に何が起きたのかというと、宗春はもう江戸に行ってますけれども、ここの御吹丸のこのお堀のここがですね、6軒にわたって落ちたというんです。地震も起きていない、天候もおかしくない、多分反発した家臣たちがバカ野郎ということでやったんだと思いますけれどもね。でその後、まあ、宗春はこう祈祷する、これ実はあの私の友人なんですけれども、あの白い服で祈祷してるっていうのはですね、これ悪いことじゃないですね、いいことやってるんですけども、まあ、ちょっとこれは今日やります。空の色が異様になったと言われてます。それから野間大坊、あそこの血の池が真っ赤になって、そしてあの髪を赤色に染めたという記録まで残っているぐらい、宗春の隠居謹慎の前に出来事が起き、そして元文4年に隠居謹慎を突然と命じられます。でそしてそれは理由はなぜか、領内の混乱を理由なんです。でも領内の混乱をさせたのは宗春ではなくて家老たちなんですよ。本来ならば家老たちが罰せられて当たり前なのに、家老たちは一切罰せられずに宗春だけが隠居謹慎させられるんです。これなんでだろう。でそこのところでいろいろ調べたときに、吉宗が変わった行動を取るんですね。宗春に隠居謹慎を命じたときに京都へですね、貢ぎ物を送ってるんですよ。お祝いの日にちずらせばいいじゃないですか、1日でも2日でもいいのに。でも隠居謹慎させられて、あの徳川の一門は全員門を半分閉じたような、そんな不吉な日に贈り物をしてるんですよ。こういう記録が残ってたんです。あれちょっと調べてみようと思いましたら、宗春のお兄さん義満には道という名前の子供がいました。その道は九条家嫁いで、九条種元、二条宗元という人物を見ます。この二人ともが桜町天皇の側近中の側近なんです。この辺りから、これ本当はこの話だけで1時間半ぐらいかかりますので、今日はやりませんが、この話をすると、朝廷問題が宗春の謹慎の主因なのではないのかなっていうのが私の説です。で、これを、大石学、東京学芸大学教授、この辺りで一番細かい方なんですけど、これ早く論文にしろって私今言われてるんですけれども、これは可能性が非常に高い。今まで誰も言ってこなかったけど、この可能性が高いだろう。もしこれがなければ、おそらく宗春は隠居謹慎なかったはずだ。という、こう今までには全く考えられなかった。宗春は慈しみ、自分自身は忍ぶ。この尾張藩のクーデターが行われた後、隠居謹慎させられることになります。そしてどこに住んだのかというと、
この中屋敷に住んだんですね。これはこの中で今日は上智大学出身の方おられませんか。おられたね。今の上智大学、あそこに住んでたんです。あそこで隠居謹慎最初にさせられます。清井町だから、ね、多いだ、はい、あの清井町っていうでしょ、その王のあたりですね。でここからですね、不思議なことが起きるんですよ。まあ、宗春は隠居謹慎させられて、その後将軍が家重に6年後になるんですけれども、この老中松平範里がですね、いきなり呼び出されて、お前いきなりクビってやるわけです、家重が。で判定まで取り上げられて、どうなったかというと、大名ですよ、昨日まで老中だった人が何になったかというと、家がなくなっちゃうんですよ、江戸の中で。それぐらい大変なことになってしまうぐらい、家重が範里のことをやるんですね。蟄居謹慎させて山形へと飛ばしてしまうんですね。この松平範里こそ宗春を追い込んでた人物の一人なんです。この人物を調べていくと、これまた面白いこといろいろあるんですが、今日はまあそこまでの話はできません。でもう一つ不思議な出来事があるんですね。家重は側近政治を復活させました。これ宗春のやり方です。宗春は側近政治をやってました。でしかも子供の家春、この家重の子供の家春、これは吉宗が一番可愛がった嫡孫なんですけれども、この人は田沼意次を使って重症政策をして、宗春の政策をやった人物です。どう思いますこれ。しかも名前見てください。家春なんです。この春という字を吉宗が一番憎き相手であったんだったら名前つけるわけがないんですよ。漢字は違えども、当時音を大事にしてましたから、これは明らかに何か意味があってつけてるのではないかなっていう、これ説です。ただ裏付けがありません。これ裏付けがあるとすごく面白くなってくるんですけれども、おそらく吉宗は宗春をもう泣き泣きやったんではないかな。実は大阪にですね、一資料が残ってまして、その中で吉宗がですね、宗春に対して隠居謹慎させてしまったけど、鷹狩りとか魚釣りできないけど、お前寂しくないか、なんか不必要なもんがないかという密使を送ったという記録が残っているんです。まあそれが本物かどうかということはまあ別として、これはなかなか面白いところの視点ではないのかなと思いますね。宗春、もう少し戻りますけれども、元文4年に名古屋の三の丸に戻ってきます。今でいうとこれ二の丸がこの辺りですけれども、これ三の丸とありますけど、この辺りですね。ごめんなさい、これかこうですか、ここか、この辺り、この辺りに、この三の丸この辺りにと隠居所を設けます。でその隠居所というのは何どれぐらいあったのか、3000坪で、しかもですね、屏風を藩主から送られてるんです。その屏風って半分で大体これぐらいあります、2対、それを送られてる。狭い部屋で蟄居謹慎食らってったら、そんなもらうわけないですね。おそらく3000坪の大きな土地に新しい建物を作ってもらってますから、そこで悠々自適に生活してたんじゃないかなと思います。まあ分かったわと。でその後、押田屋敷というところに移ります。これが今の県庁寺の南側に当たるんですけど、これが7万5000坪ありました。ここに新しい建物を住んで、八百山であるんですよ、こういうところで生活してた。10年間は宗春はもうまさに悠々自適の生活をしてた。ただここで面白い政策がありまして、宗春がですね、藩主たちに残してる遺言みたいな言葉が残ってるんです。小遣い帳があるんですよ、小遣い帳で、藩主には特別な小遣い帳、すっごいお金なんです、小遣いがあるんですけど、それは藩の財政が悪くなったからといって絶対使っちゃいけないよって言ってるんです。出すなって言うんです、財政が悪くなっても。何のためだと思います？小遣いですよ。ここが宗春らしいんです。領民が災害なんかで困った時に出さねばお金があるだ、お金がいるだろ、それが藩主の小遣いなんだ、こういう記録残してるんですよ。これも面白いところですね。これが徳川美術館の中に今でも残されている、その小遣い帳の中に出てるんですけれども、これが宗春なんです。しかも宗春はこの押田屋敷の中に薬草園を作りました。その薬草園というのは吉宗から配慮した人参です。死ぬまで大事に大事にした。これが今の名古屋大学医学部につながっていくんです。それぐらい大事にしたこの薬草園、これによって名古屋では医学がすごく発展するんです。これは宗春がやった。もし吉宗と宗春が仲が悪かったら、こんなことやりますか？宗春やりませんよ。自分の住んでるところでやる。おそらく大事に大事にしたというのは吉宗に対してよほどの思いがあったんではないのかなと、こう思います。通説では吉宗と宗春は対立してたと言いますけれども、本当なのか、私はそうではないと思っています。
亡くなった宗春は昭善院伝光裕不思議限定大工事という名前になります。そして、まあ、大体死んだのが吉宗が68、宗春は69歳の時に亡くなった。なんとなく似てますよね。そして宗春は70年後に神様になりました。神様になりました。今の、なんですか、ね、あの永平寺別院、永平寺別院があるところに実はあったんです。でそれがですね、戦争の時、ちょうど戦争の時にお金がないからって永平寺別院さん売っちゃったんですね、関ヶ原に。で今では関ヶ原の東首塚のところに門と建物が未だに残ってます。これあの最近塗り直したんですけど、宗春宗の70年、宗春死んだ70年後に作られた神様なんです。その当時中にお釈迦様があります。宗春はお釈迦様の権現として不思議権現と呼ばれて、ずっと江戸時代の間はあの藩から刀が祀られてお祭りされててくれ、大事に大事に神様として扱われてたんです。ところが明治になってこれがですね、お祭りがなくなってしまったんですね。でしかもその後謹慎解除した時に11位という位を与えるという、11位ですよ、ナンバーワンですよ、はあの先祖よりも超えた与えるっていう検討されたぐらい。でも、まあ、ちょっとそれじゃやりすぎだからということで12位権大納言を授けられます。でそしてお墓も作り直す。それが現在のお墓なんですね。このお墓を今日おられる北八のおかみさんが直したい直したいということで、あの私の方にもこうありまして、無事に直った後なんですけれども、これ平和公園になります。これが私の宗春に対する取っ組みの始まりなんですね。でそれで調べてきましたので、面白いですね。このお墓というのが鵜沼石といいまして、鏡原の鵜沼の石なんですよ。私鏡原市ですからね、ああお坊さんやしご縁があるなとこういうふうに思いましたね。で今ではこれ石亀神社という神社になっています。宗春は自らは忍び、そして辛抱という辛抱を一本つけるとどうなります？わかりました、わかりました、もっぺんやらせてみますね。辛抱という辛抱を一本つけると辛いが幸せになっている。これ冗談話ですよ、真面目に聞かれてると大変なんですけど、まあ、こういうふうに宗春は自分は辛抱してたんじゃないかな、でも庶民に対しては徹底して慈しみなんじゃないか、慈悲憐憫こそが第一だ、宗春は幕閣と朝廷の対立に巻き込まれたんではないか、本当は堂々と誇るべき人である、情報通であり自ら考え行動する人物であった。これあの起陸という字なんですけれど、これは慈悲を表す言葉。これにですね、宗春はこれを自分のマークとして隠居後はずっと使ってるんですよ。やはり宗春というのはこの起陸というのはすごく慈悲ということを大事にしてた。身分が上の者ほど、これ大事なことですよ、身分の上の者ほど忍び庶民が楽しく幸せであると願う絶対慈悲の大乗仏教の精神を持ってたんではないのかな。これが宗春なんではないかと。手前味噌もちゃんとお坊さんの世界に持ってきてますけれども、まあこうなのではないかなと思います。本来でしたら、2時間3時間かけて話したなくちゃいけない内容だったんですけど、今日ははしょりはしょり話しましたが、なんとかあの1時間のうちに話を終えることができました。今日はありがとうございます。何かありましたらまた。高山先生ありがとうございました。本当に分かりやすい、僕はもね新しいのかで勉強させていただきました。